について救命措置が続けられていました。複数の政府関係者によりますと、午後5時3分、安倍元総理の死亡が確認されたということです。奈良市内で街頭演説中に銃撃された安倍晋三元総理大臣、亡くなったという速報が入ってきました。複数の政府関係者が明らかにしました。安倍元総理は今日午前、奈良市の路上で街頭演説中に銃撃され心肺停止の状態となり、奈良県内の病院で救命措置が続けられていました。複数の政府関係者によりますと、午後5時3分、安倍元総理の死亡が確認されたということです。この午後5時ごろにですね、ちょうど昭恵夫人がこの病院に到着したという、その時間帯です。午後5時3分に